はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。情報ありました。9月14日昨日ですね、水曜日17時30分頃、午後5時半ですか、有楽町駅前で共産党が凱旋していたそうであります。山添拓、平吉子参議院議員、豊島区選出の米倉都議を投入して、結構全力だなぁ思ったんですけれども、これ以外にも区議とか市議とかいたかもしれないですけれども、まあ撮影者が知ってる顔はこのぐらいということで、全力投球して何をやったかというと、これだって、なんかね、あの痴漢ゼロ対策を都に求める署名活動、あ、余命活動って書いてある、署名活動をしたそうなんですね。でもこれなんかね、署名用紙に細かく書いてあって、工事やってます。ちょっとやがましいですけれども、共産党が国葬の後は何で騒げばいいんだって悩んでると聞いてますが、ジェンダーで行くのかな？この痴漢ゼロ対策。全力投球してますからね、米倉山添、キラーを投入して痴漢対策を鉄道会社じゃなくて都に求めるって意味不明なんだよな。ソ連共産党のですね、スパイマニュアル、無意味な仕事を増やして組織を疲弊させよ、中に潜り込んで組織を壊滅させろみたいな話なんですけれども、なのかもしんないな。つまり都の行政を増やして麻痺させる、本当に大事な仕事をやらせないようにする、フェミ部隊がやってるですね、恋愛反対結婚反対の男女分断工作の一環なのかな。痴漢ゼロってことは、男女を別な車両に分けるとかいうのがすぐ考えられますけれども、条例でそんなの作っちゃったら朝のラッシュとか麻痺しねえかと、思いますけどね。45歳以下性交規制法、なんかあれ AV 新法で味しめてこんなの狙ってるみたいなんですけど、のための地ならしなのか。今だって痴漢したらただじゃ済まないんだから、余計なことでは、都は警察組織も何もねえのにどうやって痴漢ゼロ対策しようって、まあ条例作んの狙ってんのかな。電車でね、男女は分かれて、乗らないといけないみたいな、麻痺しますね普通にね。冤罪増やして、それとも痴漢冤罪を増やして社会を混乱させる目的なのかな。それとも冤罪が怖くて電車に乗れない、通勤麻痺を狙ってんのかな。まあいずれにしてもログな目的じゃないので、要監視ですね。共産党の反対が正解であります。撮影者によればですね、米倉の話長えだそうで、つまんない演説って、長く感じるもんなんですよ。面白い演説はですね、時間があっという間に過ぎてきますけれどもね。沖縄静岡のどうしようもないパ知事と、御嶽山噴火災害追悼式がかぶった長野県知事以外の44知事が安倍総理国葬に出席すると判明いたしました。47都道府県ですから、まあ3人だけが来ないと、1人長野県知事は被っちゃって日程が、で沖縄と静岡のパは来ないと自分の意思でね、大部分出席ってことで左翼涙目ですね。ストレスで免疫低下しろって思うんですけれども、吉村山形知事、国が閣議決定した公式行事に出席するのは自然なことだよ。行政の人間として社会人として当然のことを言っただけなのに評価が上がってしまいました。対して令和の山本太郎が最低なことをほざいてしまいました。欠席の返信しない、国葬に組みしない、ボイコットするだそうであります。なんか欠席の返信すること自体が国葬をやるお手伝いになっちゃうみたいなへりくつみたいです。勝手に進まれな、手続きを踏め、それもなく参加不参加を知らせろとの
はがきにこうすること自体ありえない、なるほど、上から目線で何はがき送ってきてんのみたいな、そういう感情になってるんでしょうか。ネットの反応です。何言ってんだこいつ。さすが国会でこんなことやる気違いは一味違うな。違いますね、こいつね、もう拝んでるからってことだろう。返信しないって社会人としてどうなの。全てを批判する力発揮、それただの失礼な人間。何がどうありえないのか説明してほしい。人数把握できないと迷惑なんですけど、支持者はこれ見てうおーってなるの。国葬はがきがバカ発見機になっている。バカ発見機、何度かあのクラス会の感じありましたけど、私何日必着って書いてもですね、返事返ってこねえのが一番困るんですよね。店に何人、で、行きますかって伝えなくちゃいけないんだから、来るんだか来ねえんだかはっきりしろっつうの。議員としてじゃなくて社会人としてどうなのって話ですよね。こんな幼稚なことして山本の支持者は喜ぶの？幼稚でしょ、幼稚。政治家は支持者の鏡っていうから、まあ喜ぶんでしょうね。まああのね、あの政治家は講演会とかの、鏡だって言うんですよね、あの支持者のね。国会でこんな真似したりね。あと忘れちゃいけないね、あの恐れ多くも上皇陛下に、当時、天皇陛下に小汚い手紙渡そうとした気違いだしね。国葬はあの一般の葬儀じゃなくて、あの終戦の日に靖国でやってる追悼式とか、広島のあの原爆追悼式みたいな行事なんですよ。議員につける警備もあるんだから人数は把握しときたい。返信しないことで警備の負担を増やす工作なのかな、嫌がらせ。ソ連共産党どうでもいい仕事を増やして秘宝させろ、なのかな。9月13日大津地裁大阪ですね、威力営業妨害裁判で関西ナマコン執行委員長に懲役8年休刑、8年休刑。これあのカッとなってなんつって、人を殺めちゃったのと同じぐらい休憩されてますね。元執行委員ら5人に1年6ヶ月から4年6ヶ月の休憩だそうであります。判決は10月24日の予定。犯罪者に優しい朝日新聞、名前を載せずと。多分テレビも一切報道しないんでしょうね、こんな大事件ね。ネットの反応、辻元、おたあちゃん、これあのなんだっけ、関西ナマコンの代表の竹見とかいう人、大阪のお父ちゃんとか呼ばって、まああの支持者なんでしょうけどね。反社に支援されてる議員なんてまさかおらんやろうな。統一どころじゃないガチの犯罪組織。マスコミには辻元に取材に行けよ。問題ある集団との付き合いがどうこう言ってた連中は、ああどうすんの、接点が少しでもあったらアウトらしいから、立憲がきちんと調査してくれんだろう。延べ100人近くが逮捕されてる組織とズブズブの政党があるって本当ですか。立憲は関係があったんだから責任取れよ。この手の話にすぐ食いつく共産党もなぜかスルーしてるからお仲間確定。まあ見事なブーメランですね。自民が統一がって叩いてる場合じゃなかった。左翼にはですね、お前がいいなってあの万能に対応できそうだな。なんか言ったりね、なんか言おうとしたらすかさずお前が言えない、嘘つくな、これで万能に対応できんじゃないのかな。関西ナマコンと一番関係が深いのはもちろんあの辻元清美ですけれども、社民も令和も中核派を通して関係あります。懲役8年の休刑はですね、初犯でも執行猶予つきませんね、これ実刑になりますね。何年もらうかわかんないですけど、まあ実刑7年とかちょっと減ってね、7年6ヶ月とか、まあまああの8年の休刑に対して実刑9年なとか増えるのも稀にある、たまーにある。かろうじて弁当もらえるのは懲役5年までの休刑と決まっております。もちろんあの例外は存在しますけれども、今は断絶しているが、
あ、違うわ、3年までか。懲役3年までの休刑までしかもらえないんだ、執行猶予って。もちろん例外は存在しますけども。今は断絶しているが、かつては北朝鮮から安いね、あの、セメント用の砂利が輸入できました。まあ、良質で安いということで。この時に、あの、生コン業界に浸透されてたんでしょうね。建設関係の労働組合は、なんとかユニオンを名乗ってるとこが多い特徴あります。延べ逮捕者70人以上って記憶してるが、今ではもっと増えたかもしれないですね。オウムの次ぐらいの数の逮捕者出してんのに、オウムは204人って言ったっけな。出してんのに、一切報道しない。テレビの全国局、まあ、地方のテレビ、関西のテレビとかは地方局はやってるかもしれません。もちろんあの辻元のとこに取材に行くとこも皆無と思われます。いいよいいよ、そうやって腐っていけって話。もうこっちはですね、あのテレビ業界を良くするとかは諦めてっからね、潰すしかないからね、これ。事情できないんだから。11年前のフジでも、でも事情できなくて、フジテレビ潰れそうですよね。共産党小池晃、記者会見、12日ですから3日前ですか。岸田政権の支持率下落について、あらゆる面で見下り犯を国民が突きつけ始めている。あはは、憲法違反の国葬が、ツボが、と言ってしまいました。ネットなんです。共産党はすでに見放されきってるが、いや、共産党も支持率落ちてたぞ。統一と接点なくても支持率低いままの共産党、10分の1以下の支持率のお前らに言われたくないだろう。悔しかったら選挙で勝てば。まあ、あの自民党の政党支持率ね、辛めのとこでも 36% とかありますもんね。対して共産党の支持率、辛めのとこだと 2. 何%とかだもんね。10分の1以下だわね。ここでもですね、お前が言うなが有効だな。これ左翼に対しては、これ嘘をつくなと、お前が言うな。この二つで万事 OK かもしれないな。第26回参議院選挙、全国比例票、自民1826万票、共産362万票、支持率低下云々を共産に言われたかないでしょう。6人が当選するですね、全国最大の東京選挙区でしか当選させられないくせにね、選挙区で勝てたの山添一人、山添拓一人。ということで、共産党にとっては期待の星だろうな、山添はな。希望の星なんだろうな、山添は。国民に見下り犯を叩きつけられてるのは、どっちだって話ですよね。小池が言ってる国民はもしかしたら人民のことかもしれません。ならばですね、自民は人民に嫌われてるぞっていうのは筋が通りますね。この人は医師免許持ってるみたいだけど、頭がいいとはとてもとても思えないんだよな。テストに向いたですね、記憶力だけに全振りした脳みそかもしれません。暴力革命目指してる共産党にいて、殺人を容認してんだから、医者には全然向いてませんけどね、この人。総掛かり代表、八王子在住の活動家、菱山菜代子に譲って、共同代表に落ち着いた、文と高田健、ね、他2名が、国葬反対記者会見を外国人記者からクラブでやったそうであります。外国人記者から、国葬に反対してんの、なんで高齢者ばっかなの?というですね、残酷な質問されてしまいました。忖度なし。火の玉ストレート。文と、私たちは政治が変わると信じているが、今の若い人たちは変わらないことを見てきた、変わることを恐れているなどとほざいており、ネットの反応です。若者は仕事してるから経済と政治を現役で支える若者の目には、こういう高齢者はどう映っているのだろう。だって若い人は騙されないんですもの。若者は騙されないから。彼ら視点ではみずほ66歳でさえヤング、称賛されるとでも思って会見開いたのか。回答が上から目線で草生える。外国メディアの方が日本を正確に捉えているかもね。老害って言葉は好きではないけれども、本当にこういう人たちのことなんだなーって文とって共産主義者同盟のことであります。1958年結成。主に全学連を主導していた連中がですね、共産党から分かれて結成いたしました。後にですね、戦記派、全国委員会派、
ML 派、これ マルクス・レーニンかな、赤軍派など、多数の党派に分裂しました。共産党から分かれた理由はですね、代々木官僚の腐敗であるとか、まあ、あの共産党の幹部を官僚と呼んでる、代々木官僚と呼んだ、共産党の裏切り体質、まあね、山村革命目指して田舎から革命をやろうっつった部隊を、切り捨てたりしてましたからね、バレたらね、革命的理論の欠如などなど、まあこいつらには共産党ですら生ぬるいって感じたみたいでね、まあ結局共産党の幹部になれんかった連中がですね、なんやかんやへりくつこねて離脱した構図かな、我々は政治は変われると信じている、この人らが言ってる変化は革命のことですね、文徒って共産党すら生ぬるいって言ってできた組織ですから、政治はデモや集会でなく選挙で変えるよな、民主主義者なんだからな、民主主義なんだから、あ、こいつらは共産主義者であった、そういう自分らの信念が間違ってて他の人に受けないとは考えないものなのか、若者は変わらないことを見続けてきた、それはお前らの考えが間違ってて革命を起こせなかっただけだろう、先人がですね一生懸命国を良くする努力して付け入る隙がなかっただけ、革命の必要性がなかった、革命しなくちゃいけないほど世の中乱れなかった、フランスやロシア見れば分かるようにですね、食うに困るぐらいにならないと革命は起きませんよ、老害という言葉は好きじゃないが、老害っていうのは実は存在してないそうです、自分にとって嫌な人、都合悪い人、困った人、有害な人がたまたま高齢者だとそう呼ばれるだけで、そういう人は全ての年代に存在いたします。会見した3人はですね70代と80代だったそうだが、この人らも老害じゃないですね、ただの害悪ただの国民の敵、害悪、ですね。いつまで革命の夢見てんだろう、一生覚めないんだろうな。世間一般ではですねパヨさんとかパノモノとか言われてますね。安倍総理はあんな人たちって名付けてましたけれどもね、元祖で本家のソ連が崩壊した時にね、共産主義は人類には無理だなって気づかない程度の知能のかわいそうな連中であります。パのものは本当に高齢者ばかりなのか、いうことについてですね、偏差値28のシールズデモについて私ね、若者どんぐらい1割ぐらい聞いたら公安、いえ 5% です。100人ぐらいのデモの先頭5人だけが若者、たまに若いのいるけどスタッフって、答えておりました。なんで高齢者ばっかなの、そんなことないよって否定しないだけ、真面目なのかなこいつらな、若者は騙せませんでしたね、いうようなことを言ってますけれどもね、というわけで、10月2日 NHK でも開催いたします、渋谷で、明日正式に告知始めます。明日警視庁に行って手続きしてくるもんで、もしよかったら10月2日日曜日、ぜひともご参加ください。生コン延べで70人以上逮捕されてるっていうすげえ事件なのに一切報道しないテレビ局、 NHK スクランブルでもは何人集まろうが報道しないテレビ局、それの歴史の証人になってください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。